ございます。安藤リレイです。東京でタイ料理教室をしております。本日のテーマはですね、ご質問いただきまして、7月のレッスンメニューの解説をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。この配信ではですね、レッスンでお話ししきれないようなですね、座学、ハーブとかスパイスのお話ですとか、あとは体質改善レッスンっていうのを、体質改善プログラムというのをやっておりますので、そちらでね、お悩みの多いダイエットとか、デトックスについてね、お役立ち情報を配信しております。よろしくお願いいたします。ということでですね、本日は、ちょっとご質問をいただきました。タイ料理すごく気になってますが、いろいろメニューがあってですね、何を選んでいいか分かりませんということでご質問いただきましたので、解説させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうなんですよね、うちのレッスンはですね、一月同じメニューのものが、あることもあるんですけど、基本的には複数のクラスが月1である感じになるので、そういう意味ではそのいろんなメニューのいろんなメニューが一月に、いっぱいあるっていう感じになってくるので、そうですね、気になったメニューの時に来ていただければなと思うんですけど、そもそものね、メニューがどういう料理かわからないっていうこともあると思いますので、今日はじゃあ7月のメニューのね、解説をさせていただけたらなと思っております。ありがとうございます。ご視聴よかったら、聞いてってください。はい、ということでですね、レッスンはですね、対面とオンラインと、2つあります。で、対面はね、教室に来ていただく、母さんおはようございます、よろしくお願いいたします。はい、で、対面はですね、教室に大田区の方の教室にですね、大田区北千束の方の教室に来ていただいて、で一緒に、作って食べるっていう感じ のスタイルになるんですけれども、あとオンラインはですね、ご自宅にいる状態で私と、こうやって画面越しにですね、お話ししながら料理を作っていくっていう形になります。材料はね、ちょっとご自身で用意していただくというような、ね、オンラインスタイルをとっております。でオンラインはですね、動画で、もしその時間帯にね、もし万が一出れなくなったとしても、後でその動画をお送りしますので、その動画を元にね、レシピと一緒に、作っていただくということもできますので、もしよかったらね、オンラインもちょっと、遠方の方はご検討いただけたらなと思います。はい、ということでレッスンはオンラインと対面は2つあるんですけれども、そうです、ちょっとそういう意味ではメニュー数が多いので駆け足になっちゃうんですけど、まずですね、入門レッスン、来月の入門レッスンはですね、ガイアーンと、ナプリックガピという料理を、作ります。ちょっとごめんなさい、スライドが使えなくなっちゃったんで、こうちょっと自分のブログの記事を載せる感じなんですけど、ガイアンというのはですね、こういう、焼き鳥ですね、焼き鳥になります。結構好きっていう日本の方も多いと思うんですけれども、入門の方ではですね、タイだと結構なんだろう、もも肉とか、あと手羽先とか使ったりもするんですけど、入門のレッスンではですね、こういう風に 骨付きもも肉を、贅沢に使って作るので、結構食べ応えはあるかなと思います。でもね、皆さん一人一本ね、立派な、チキンを使うので、皆さん食べきれないかもってね、食べる前はおっしゃってるんですけど、結構ペロッとね、平らげてしまいます。これほんのり甘くて、なんていうんですかね、お子さんも大好きな味になっているかなと思います。であとですね、チリソース、スイートチリソースですね、ナムチムガイというんですけど、それも手作りします。なかなか市販のでももちろんいいんですけど、そんなに使い切れなかったり、あとはですね、ちょっとね、pH調整剤とかそういうのが入ってるの気になるわっていう方は、ぜひ手作りね、できるようになると良いかなと思います。はい、ということですね。なんかコメントとかあったらぜひお願いします。で、このペースでやっていくと終わらない気がしてきた。でもう一品がですね、ナプリックガピですね、ナプリックガピです。で、こちらはですね、ちょっとチキンも乗ってるんです。このこちらの上の方の、で写真になりますね。で、ナンプリックガピはですね、ナンプリックっていうディップがあるんですね、タイには。タイのお袋の味とも言われていて、本当にすっごいいろいろなナンプリックがあるんですが、ナムは水で、プリックは唐辛子という意味になります。でその中でも結構代表的な、ディップになります。でガピというね、発酵調味料、小エビの発酵調味料を使うんですが、
ご視聴ありがとうございます。よかったら見ていってください。解説しております。はい、ということで、ガフという、ね、発酵調味料を使ってるんですが、そちらの発酵調味料を使ったリップになります。結構あの塩ガフ自体が、ね、塩辛っぽくって、すごい旨味がたくさん入ってるんですけど、そちらのリップを使った、色たくさんね野菜が食べられるリップになっておりますので、よかったらそちらも、食べてみていただけたらなと思います。あ、なんか変わっちゃった。よいしょ、大丈夫かな。そうですね、はい。で、結構このナプリックの方もあの野菜の処理の仕方とかいろいろありますので、よかったらあの学べることが多いんじゃないかなと思うので、よかったら、お越しください。でちなみにですね、この見えますかね、このもち米を食べます。あのガイアンっていうのはもともとあのなんだろう、バンコクじゃなくてですね、東北地方の、メニューになりますので、東北地方の、イサン地方がメインになってきますので、そちらの方の主食っていうのはもち米なので、もち米と一緒に食べます。はい、ということで、すごい長くなりそうな気がして、ちょっと今日対面だけにしますね。対面だけで終わるかな。ということで、ここまでが入門のガイアーンとナンプリックガピというね、メニューの解説です。で次はですね、初級というかですね、7月23日のメニュー、これもですねすごく美味しいです。里芋の炊き込みご飯ですね。里芋の炊き込みご飯、これもあの里芋ちょうど、ちょっと早いんですけど、ちょうどこれからね出始めるっていうことで、ここに入っております。で里芋はですね、あのやっぱり便秘解消とかにもいいですね。ムチンっていうのがね入ってますので、すごく良いと、体にもねすごく良いです。でなかなかその里芋の煮転がし以外のメニューが思い浮かばないわっていう方もねいらっしゃるかなと思うんですけど、この炊き込みご飯は美味しくておすすめなので、ぜひ。で、醤油ベースなので本当結構食べやすいです。うちの生徒さんはね割とおにぎりたくさん作っておにぎりにしてお弁当にして持ってくっていう方もね多いです。はい、書いてあります。里芋は胃腸の粘膜を保護して潤いをもたらしてくれますっていうか書いてありますね。梅雨の疲れがたまりイライラやほてり寝汗をかくなどの不調を感じている場合に良いですって書いてあるんですけど、ぜひちょっと里芋炊き込みご飯にして食べていただけたらなと思います。味付けは全然ほんと醤油ベースなので食べやすいかなと思います。であとはですね、こちらですね、揚げ魚のタマリンドソースがけということで、タイはね結構魚を丸々素揚げにするっていうメニューが多いんですが、ありがとうございます、ホイさん、よかったら見てってください。はい、ということでですね、揚げ魚、魚を素揚げにして、こういう甘辛いソースをかけるっていうのが結構多いんですが、これもすごく美味しいです。タマリンドって言って、鉄分がすごく豊富な、マメ科の、ね、植物があるんですが、それを使って、甘酸っぱい、ソースを作って、かけます。これがね、本当にカリカリの魚と合ってとっても美味しいので、よかったら、特に、ね、鉄分はねなかなか不足しがちな方が多いですから、こういうタマリンドとかでね補強してあげると良いかなと思います。でデザートはですね、こういうココナッツ、寒天ゼリーですね、ココナッツの寒天ゼリーを使います。この、青色はですね、バタフライピーで、色付けをしております。アントシアンとかね、含まれておりますので、眼精疲労とかにも良いかなと思います。寒天ゼリー、ウンガティーですね、ウンガティーと言います。はい、っていう感じで大丈夫そうでしょうか。なんかコメントとか質問とかあったらね、言ってください。今日はですね、どのメニューを選べばいいか分かりませんということで、メニューについて解説をしておりますので、よかったら、ご検討ください。はい、ということで、もう一個ですね、7月6日の土曜日にありますね。お仕事してらっしゃる方とかぜひ、ペナンカレーです。ペナンカレーですね。ペナンカレーはですね、通常タイカレーだと少し水を入れたりするんですよ。ココナッツミルク缶って結構濃いので、水を入れてちょっと薄めて調節したりするんですが、ペナンカレーは水を入れない濃厚なカレーになってます。なのでハーブとか、ココナッツのね香りがしっかり味わえるカレーになってます。で水分が少ないので、そういう意味では機内食によく使われてますね。タイ航空の機内食なんかでは結構このペナンカレーがよく使われてる、カレーになります。はい、でもう一品ですね、もう一品は船乗りのディップ。さっきねナンプリックの話をしましたけど、これも別のナンプリックになりますね。
長期間ね、航海する船乗りに持たせたと言われているディップなので、結構ね、なんだろう、これまた塩気が強くて、塩分ね不足しがちなこの時期にすごく良いかなと思います。あ、ちょっと待ってください、押しちゃった。でナンプリックロンルアと言いますね。これもね、ナスを使ったディップになりますので、ちょうど体の熱をね、取ってくれる働きがありますので、暑いこれからの時期に良いかなと思いますね。で結構味付けとしてはですね、味噌も入ってるので、本当にそういう意味ではガピーよりは割と日本人に馴染みやすい味かなと思ってます。さっきのナンプリックガピよりはね、さっきのナンプリックガピは本当塩辛っぽくって、ザ・タイみたいな味なんですけど、私のお友達もこれがナンプリックで一番好きって言ってる感じぐらいなんですけど、こっちのナンプリックロンルアはですね、結構味噌ベースの味なので、食べやすくて、美味しいかなっていうか、日本人にはね、馴染みやすいかなと思います。であとスープですね。スープはトムヤムヘですね。トムヤムっていうとトムヤムくんを思い浮かべるかと思うんですけど、トムが煮るでヤムが和えるというか、ハーブとかね、ナンプラーとレモンが入ったものをヤムっていう言い方したりするんですけど、でヘっていうのがキノコで、キノコのねトムヤムスープということで、これもすごくね、薬膳スープですね。ハーブたっぷり入った、キノコのスープ、しかも肉とかね魚とか魚介が入らないスープになりますので、すごくね消化に優しいメニューになってます。はい、ということで、いきます。次々いきますね。なんかコメントとかあったらぜひ、これ好きとか言うのでもいいですよ。ね、多分ね、食べたことあるって方も多いと思うんですけど、次ですね、ここに書いてあります。ミエンカム、まずこっちの写真の説明からいこうかな。次はですね、スパイシー炊き込みご飯と、ミエンカムのレッスンということでですね、カオモッカイですね、カオモッカイです。これもすっごくスパイスたっぷりですね。これはスパイスたっぷり、南タイの料理になるんですが、鶏肉が隠れるご飯なんですが、ですね、このね緑色のペースト、これがねむちゃくちゃ元気になります。唐辛子とネギと、バジルかミントみたいな感じで、ね、作ってあるんですけど、これに、プラススパイスたっぷりでスパイシーな、炊き込みご飯、これ色はね、ターメリックとか、サフランで色付けしてます。なので、これねちょっと鼻ズルズルしてた、昔の話ですよ。コロナ前に鼻ズルズルしていらっしゃった生徒さんが、なんかこれ食べて、なんかすごい元気になりましたって言ってね帰った、ものになります。これもすごく元気になる、ご飯ですね。で、ミエンカムが乗ってないんですけど、これですね、ミエンカムですね、タイの前菜になります。これ私的にね、私的にはトップ5に入るぐらい大好きなんですけど、こうやってね、ハーブとか干しエビとかを、この葉っぱに乗せて、いわゆるレタス包みじゃないですけど、実際はね、今はですねチャプルの葉っていうのにね、巻いて食べる、この甘辛いタレがねすごく美味しいですね。ミエンカムです。なので、ぜひね一度味わいに来ていただけたらなと思います。なかなかこのチャプルの葉っていうのは、手に入らないと思いますので、よかったら一度ね、食べに来ていただけたらなと思います。ミエンカム私も好きですね。美味しいですよね、ミエンカム。このねタレがね本当癖になる味です。で次がですね、カノムトンプルですね。カノムトンプル、タイのドーナツになるんですけど、フリコさんかな、ありがとうございます。よかったら聞いててください。今日はご質問がありまして、7月のレッスンメニューの解説をしております。で、これカノムトンプルですね。シンプルです。シンプルな、生地ですね。卵と、お砂糖は入らないですね。塩少々と、粉とっていう風に入れて、油で揚げたシンプルなドーナツなんですが、これがねふわふわで美味しいです。小麦粉が、そんなに入ってるわけじゃないので、小麦粉、そうですね、入ってるわけじゃないので、すごいふわふわ、卵、どちらかというと卵液っぽい感じなので、ふわふわな、ドーナツになります。はい、ということで、すいません、次ですね、スペシャルカレーレッスンということで、スパイスカレー、夏はですね、
私の母は酒井美代子と言いましてですね、いろいろ本を出しているんですが、そちらの酒井美代子の著書のね、カレーの本がいくつかありまして、そちらの、カレーも作りたいよっていうふうにねリクエストいただきましたので、数年前からですね、夏の7月8月はですね、こういうカレーレッスンっていうのをやるようになっています。ということで、そこからですね、カレーレッスン、今回は2種類のカレーレッスンがあるんですが、これですね、7月の、13日の土曜日の方はですね、ラム肉のカレーです。ラム肉のカレー、これラムってなかなか食べないかもしれないんですが、すごくね、まあ、ダイエットにも当然いいですし、ヘルシーでカロリーが少なくてですね、あと女性には良いと思います。本当鉄分とか入っているので血を作ってくれますね。なので、ラム肉のカレー、でラム肉とねほうれん草のペーストを作って、食べます。これは本当美味しいですね。あとかぼちゃですね、ちょっと遠いんですが、あとかぼちゃを使ったカレーで、かぼちゃはですね、薬膳の中ではですね、中学なんかでは胃腸をね温めてくれると言われてますので、この時期にもすごく取っていただきたい野菜になりますね。なので、スパイスでちょっとね、発汗して良い排出できる体作りをしていけると良いかなと思います。でもう一個のカレーレッスンですね、こちらの方はですね、フィジーの世界のカレー料理っていう本からですね、フィジーのエビカレーですね、フィジーのエビカレー、これもオクラとかね入ってます。エビのね旨味がたっぷり効いたカレーですね。こちらは、カンボジアの、これもスパイスがたっぷり入ってます。八角とかが入ってますので、ちょっとなんだろう、カレーっていうか、まあ、ちょっと中華の煮込みにもちょっとね通じるものがあるかなと思いますので、こういうスパイスカレーを作ろうかなっていうかね作る予定でおります。はい、ということで大丈夫そうでしょうか。ちょっと、駆け足でやりましたが、だいぶ時間が経ってしまったので、オンラインに関してはですね、また次回にお話、来週かなにお話ししたいと思います。ご質問いただきありがとうございました。なんかね、今日の配信を見て気になったメニューとかあったら、ぜひレッスンにお越しいただけたらなと思います。とにかくでもこれからの時期はですね、スパイスとかハーブの力を借りて、しっかりね、汗かいたりとか、していった方が、夏もね元気に過ごせると思いますので、ぜひね、ちょっとレッスン見てみていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ミエンカも美味しいですよね、私大好きです本当に。はい、ハーブもたくさん取れるし、ということで、結構まあ基本的にハーブと、スパイスたっぷりなメニューばかりになっておりますので、よかったらぜひお越しください。はい、大丈夫そうでしょうか。特にね質問がなければ終わりにさせていただきたいと思います。こんな感じで、ご質問にも、積極的にお答えしていきたいと思いますので、何かね、質問とか、ありましたらぜひ DM とか、コメントとかにね書いていただけますと嬉しいです。はい、でレッスンの、申し込みの仕方なんですけど、プロフィール欄の、一番左上の方に、メニューが載ってまして、あとはそのプロフィールのリンクの方から、申し込みフォームの方に飛べるようになってますので、そちらからね、申し込んでいただけたらと思います。なんか分からなかったら DM でいただけたら、詳細をお送りしますので、お気軽にね、DM していただけたらなと思います。はい、ということで、本日もねご視聴いただきありがとうございました。なんかね面白かったなとかね、まあ、役に立つかどうか分かりませんけど、こんなのあるんだへーってね思われたら、ぜひハートマークで応援をいただけますと嬉しいです。はい、ということでですね、本日は終わりにさせていただきたいと思います。あ、ハートマークありがとうございます、嬉しいです。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。どうぞ良い一日をお過ごしください。ではでは失礼いたします。